危険だと注意しておりましたが、あの動画を上げる前に得ていた誤情報を拡散する人がすでに大勢いることが判明したので、新たに動画を作ることにしました。復帰、琉球大学附属病院開業、観光ブームや移住ブームの到来などのタイミングで来を期した人たちは、当然、それ以前の沖縄を自分の目で見ていません。自分が知らない沖縄について、誰が発した情報を参考にするのかで、知識にかなりの差を生みます。今回は、沖縄の墓地と住宅地の話、ユタの話、ハジチの話、ヒヌカンと沖縄のおばあの話をしたいと思います。ぜひ、最後までご視聴ください。先日、とある外国人ガイドが訪日観光客に次のように説明していました。沖縄の人は自分の裏庭に墓を作り、仏壇に向かって死者に話しかける。沖縄の人にとって死は恐れるものではないと。うわ、外国人だからあの本を読んだんだろうなと思いました。沖縄が長寿県だと知られるきっかけとなった英文の本の中に似たようなことが書かれています。著者の一人は今でもインタビューで、沖縄の人は死ぬことを恐れないと答えますが、その本を書いたのは全員県外出身者で、誰も復帰前の沖縄を経験していません。どこから沖縄の人は自分の裏庭に墓を作るという話が出てきたのか全く分かりません。現在の沖縄の住宅のいくつかが墓の近くに建てられているので、最初から沖縄の人は家の近くに墓を建てると勘違いしたのでしょう。実際は逆で、戦後の米軍による土地の接収と人口増加と核家族化で、土地がない人々がどんどん墓地の方向へ家を建て始めただけのことです。人間の方が接近していって墓地が近くなっただけです。以前は墓地は墓地で各市町村に決まった場所がありました。生きている人間の住む土地と死者が葬られる場所は離れていました。沖縄の人はかなり死を恐れます。死ぬのを怖がります。だからこそハジチがあの世へのパスポートなどという誤情報が出回ったのです。最近は日本人向けの観光バスのガイドさんの中にも県外出身者が増えましたが、もともと訪日観光客向けに外国語で案内するガイドは県外出身者の比重が高いです。その方々も一体どこで情報を得てくるのか。沖縄の人は死を恐れない。沖縄の人は墓と家が近くても気にしないと思っているようですが、何度も言います、沖縄の人は自分たちの墓を家の近くには建てません。現在墓の近くに家を建てる県民がいるとしても、その墓は他人の墓で、自分たちの墓の近くには家を建てません。国際通りの両脇に古い墓が数多く残っていますが、あれらの墓は家や店が建てられた後に作られた墓ではありません。戦前栄えていた西町や東町を米軍に接収された住人や店舗経営者が、墓地が多かった国際通り近辺に移って家や店を構え、結果的に墓の近くに住むことになったのです。というわけで、現在の墓地と住宅地が接近している状況は、私たちの宗教観で裏庭に作ったからではなく、宅地を求めて私たちの方が墓地に近づいた結果なのです。そのため隣接する墓は自分たちの墓ではなく、ほとんどが赤の他人の墓で、掃除もしなければ線香をあげることもありません。次に、沖縄でユタになる県外出身者がいることを聞いたのですが、ユタはうちのアンチ以外はなれないと思います。もし神の声が聞こえるとか、霊能力で商売をしたいと思う県外出身者が、沖縄が大好きで沖縄で霊能力者として生計を立てたいと思うのなら、職業選択の自由権を行使して客を取れば良いと思いますが、ユタとして名乗っても沖縄の人が買ってくれるとは思えません。とある研究者は、ユタは呪いであって、自分の自由意志でなる、ならないを決められるものではなく、ユタになるべき人はその運命から逃れられないと言っています。逃れられない運命を呪いと解釈して良いのか否かは私には判断できません。しかし確かにタロットカードを使う占い師のように、自分の意思でなれるものではないと思います。沖縄に根がない人が沖縄でユタになると宣言するのを聞くと、説明するのも説得するのも大変そうだし、個人的に付き合っても面倒くさそうで、面倒くさがりの沖縄県民からは放置され、本人は反対されていないと勘違いして客を取りそうな気配は感じます。3番目にハジチです。長い間
他府県や外国の文化圏で生活し、突然沖縄の血が入っているから恥地を入れる権利がある、もしくは入れて叱るべきと解釈する人もいますが、そもそも恥地は悠久時代から明治中期にかけて結婚した女性の通過儀礼として逃れられなかった風習です。悠久処分後、県外から来た洗練された男性に見初められて村から連れ出されないよう村の有力者が無理やり入れさせた以外は、自由意思で入れる入れないを女性本人が決められたのは、入れ墨禁止以降の田舎に誤情報が蔓延し、ヤブハジチャーが暗躍していた時代の話です。沖縄の血が入っていることを理由にハジチを入れるとの説明は、誰を納得させたいのか、多くの沖縄人には理解できないと思います。現在、沖縄出身者を両親に持ち、沖縄で生まれ育った女性の多くが恥地を入れる必要を感じていませんし、むしろ入れたくないと思っています。だから入れたい人の、沖縄の血が入っているから入れるべくして入れるという説明を聞いても、おそらく誰も納得はしないと思います。出身に関わらず、入れたい人は入れる権利はありますが、そこに沖縄のアイデンティティを持ち出すのは、一生付き合う入れ墨を入れた人の覚悟のなさか、勉強する前に入れた無知ゆえの後悔に聞こえます。現代の恥地はファッションです。入れたい人が好きで入れるだけで、入れる権利や義務があるかのような説明は、屈折した優越感と他人に理解されたいという孤独感しか伝わりません。最後に、ヒヌカンと沖縄のオバーについて説明します。沖縄には台所にヒヌカンと呼ばれる火の神様を祀る風習があります。沖縄の宗教に基づく風習なので、沖縄の宗教と関係のない県外出身者の住む家には祀りません。しかし、沖縄に住んでいるからうちのアンチになったと思っている人の中に、ヒヌカンを祀る人がいます。何度も言いますが、沖縄に住んで住民票を移せば立派な沖縄県民です。どうあがこうともうちのアンチにはなれません。ヒヌカンはうちのアンチの神様であって、県外から来たい京都の神様ではありません。なぜか沖縄に移住することがステータスと捉える人の中には、うちのアンチになれると思っている人がいます。ネットで沖縄に移住したオバーですと自己紹介したり、沖縄のオバーになりたいと夢を語る人がいますが、沖縄の人は出身を隠す人、出身地を捨てる人を信用しません。沖縄に来たらオバーと呼ばれることを期待する人、呼ばせる人は、沖縄での生活に沖縄の人に何を求めているのでしょうか。県外から来た男性に出身を尋ねた際、僕の妻は沖縄出身で、僕はウチナームークですと答えるケースがあります。沖縄の人から見て、何年沖縄に住もうとも、誰と結婚していようとも、県外出身者は外見でわかります。だから出身地を聞いているのに、僕はウチナームークですと答えるのは、何に対する防衛策なのか、どういう武器なのか全くわかりませんが、面倒くさそうな人として距離は置かれます。単身であれ、家族と一緒であれ、沖縄に移住しようが、沖縄の人と結婚しようが、県外出身者は一生県外出身者です。うちのアンチから距離を置かれやすい県外出身者は、沖縄の人になりぎろうとしたり、沖縄の人のふりをしたりする人です。無理にうちなあ口を使おうとする人も面倒くさいです。自分の出身地に誇りを持つ人を沖縄の人は信用します。誇りを持つことと押し付けることは違います。生まれた地の習慣の方が良いと思えば、違法性がない限りうちなあんちに押し付けず、それを続ければ良いだけです。沖縄の人と結婚した県外出身者には外国人もたくさんいます。その人たちは見た目でわかるし、人によっては日本語が話せません。そのため、うちのアンチのふりをするなどという発想はないでしょうが、なぜか他府県出身者の中には、見た目では気づかれていないと思い込む人がいて、思い込むほどだから平気でうちのアンチのふりをしようとするのだと思いますが、あれはやめた方が良いです。県外出身者という理由だけで排除はされません。沖縄や沖縄県民個人にとって必要な人ならば、そちらから声をかけたら耳を傾けるし、もしくはこちら側から声をかけて近づきます。おばあと呼んでほしいなどと言われると、人によっては呼ぶかもしれませんが、その人の心まではわかりません。面倒くさいと思って呼んでいるのか、自然体で呼んでいるのかわかりませんが、私はそういう移住者とは距離を置きます。後々どんなことを言い出してくるのか、
想像するだけで面倒くさくなります。沖縄の男性と結婚もしていないのに日ぬかんを祀る人は論外です。以上、沖縄について知らないと危険なことを説明しました。最後までご視聴ありがとうございました。